はい、おはようございます。おはようございます。久しぶり、久しぶりですね。もうね、東京はですね、午後4時20分なんですけど、はい、こっちは早朝の、そちらはリヨンですね。はい、リヨンです。はい、8時18分36秒。ごめんね、朝早くて。ああ、はい、眠いです。大丈夫ですか？いつも何時に起きてね、はい。いつも、9時ぐらいかな。まあ、じゃあまあ、ちょっと早い。ただ私今、ずっとインドに行ってたんで、時差で大丈夫です。そっか。そうだね、うん。4時間半の時差があるんで。本当はインドとやろうとしたんだよね。インドと繋ごうとしたんだけど。そう。ちょっと機材が足りなくてね。ね、はい。機材的なものがあって、はい、フランスに戻ってからやろうということになって、うん、やっております。で、はい、そういうわけで、オプシックスなんですけど。そうですね、オプシックスです。オプシックスってオペレーターロッコっていう意味なのかなって。そうだと思いますよ。そうだよね、うん、だからオペレーター6で、はい、感動するくらいそのアルゴリズム FM 申請としたアルゴリズムなんかは、うん、DX7 を踏襲してるじゃないですか。そうですね、 DX7 のなんか、うん、データ読めるんだよね、うん、そうなんだよね。だからそこは俺も最初びっくりしたんですけど、ただまあ圧倒的にほら DX とは違って各オペレーターが波形をすごいいっぱい持ってるじゃん。うん、うん、持ってる。すごい数あって、使い切れない。すごい数だよね。24個とか持ってて、うん、そう、うん、そうなってくると、だから俺らはもう基本的に DX7 の時っていうのはオペレーターっていうのは制限波しか出さないっていう、うん、ものだったじゃないですか、まあV シリーズが出てくるまでだ、うん、そうするとなんかある意味その FM 申請としてはずるくねみたいなところってもちょっとあるじゃん。ないいや私はね、制限波だけっていうのに不満だったからいいんですよ。あ、まあそうだよね、まあ、非対称波形が欲しかったのね。うん、そうだよね。だから制限波だけだと非対称波形しかできない。そう、ね、制限波だけだとね、基本的に全部対称波形になっちゃうんですよ。うんうん、今回、オプシックスで、まあ、お互いに、いっぱい音を作ることになって、実際作ったんですけど、うん、はい、使い勝手とかどうでした？あ、私は、開発用のソフトウェアで音を作ってたんで、なんかソフトシンセは使ってるのと全く変わりがないから、すごく楽でしたね。あ、なるほどね。もうほら、パソコン面接結構作業したんだ。そう。というのはね、もう夜と年並みで目が良くないので、実機のパネルだとよくわからない。そうなの？そう。俺はね、パソコンをお借りしたんですけど、今回久々に実機だけでやりましたね。うん、おー、うん。やっぱり違い出るみたいだね。あ、多分出る。うん。ね、パソコンでやるとね、うん、基本的にアルゴリズムとかがね、邪魔なの。ああ、邪魔とは？だから、結局ほら、固定概念に縛られちゃうのよ。ああ、なるほどね。うん、ほら、馴染んでるじゃない、アルゴリズムに。うんうん、ね、32だっけ。うんうんうん、だから、どうしてもそこからの発想になるでしょ。そうだね。今回、うぶ作った音とか、アルゴリズム全然関係なく自分でアルゴリズム組んでるのいっぱいあったもんね。そうそうそう。結局、そうすると、ことで、呪縛から、DX の呪縛から逃げられるんですよ。なるほどね。そっかそっか。うん。俺は、基本的に、だからもう、実機ベースだったんで、そことかやってないんですよね、うんうん、今回は。なるほど。うん。あくまで、与えられたシンセサイザーとして、プログラミングしてみようみたいな感じでやったんだけど。うん、ああ、なるほどね。でも、十分、なんだろうな、バリエーションは得られたなと、音色的なバリエーション得られたなと思ってて。そうね、各オペレーターの接続からしても、うん、ほら、すごく複雑っていうかさ、いろんなことができるじゃない。うん、もし、変調波形にフィルター通したりとかね。うんうんうん。リングモジュレーションしたりとかさ。そうだね。うん。うん、で、とにかくうん。ま、このオプシックスはさ、マトリックスモジュレーション、だから FM モジュラーシンセなんでね、ある意味ね。あ、そう、モジュラーシンセなんだよね。
そうそう。だからそこがね、すごい面白いところでさ。うんうんうん。で、この FM モジュラーっていう考え方はすごくいいので、どんどんここを発展させてほしいという感じがするね。で具体的には例えば、例えばだからこれをさ、もっとほら、今、自分で接続するモジュレーションパッチがさ、いくつだっけ、8つだっけ ?10 個だっけ、なんか、少ないじゃん。あれをもっとね、数を増やしてほしいわけ。あ、そうね。ここにモジュレーションかかんないんだっていうところ結構あんだよね。そうそうそう。で、あとで、箱も足りないのよ、モジュレーションの、その、パッチベイが。だからもっと、その、自由度をね、そこで広げたら、これは面白いぞと思う。うん、さらに、ね。もう、すでに面白いんだけどね、十分。すでに面白いですね。そう、すでに面白くて、これを多分、使いこなすには相当熟練が必要だとは思うの。いや、今の状況だけでも。エンベロープジェネレーターはさ、ADSR だけじゃないですか。うんそうなんですよね。逆転はできるけどね。うん、そう。だけど、ADSR なんだけど、EG に EG かかるんですよね。そう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 。だから、頑張ればいろんなことができるの。頑張ればいろんな。デフォルトで、デフォルトでさ、せめてディレイは欲しかったね。デフォルトでね。ディレイ。だから EG のかかり始めるディレイ、ディレイと、あと、ね、ディケイレベル。うん、ディケイレベルが、ADDSR だったら、うんもうまあそうだね、だから DADDSR か、うん。だったらもう完璧でしたね。うん、そうねまあそこは、まあこの、ね、このサイズだし、まあ、そうなのよ。そこも、そのぐらいはいいかっていう部分もあるんだけどね。ただ欲を言えばの話ですよね、うん。実機で使ってるとですね、こう、例えばアタックタイムにせよ、ディケイタイムにせよ、いじるじゃん。いじった瞬間タイムが出るんだけど、うん、話しちゃうと消えちゃうんで、うんああ、ね、それはちょっと、あらってなるんだよ、うん。それは結構ね、ドキドキするんですよ。あれこれなんだっけ なるほどね。さっきの設定なんだっけな、うん、みたいになっちゃうの、ねうん。それはあった。だから、次期機種は、開発の時から関わりたいですよね。と言っていますけど、どうですかどうですかよろしくお願いします。うん、とにかく、その、値段的なものの下がり方っていうのが、俺はちょっと愕然としていて、ハードウェア的には。あ、これは、いくらなの？え、これ、7万しないんだよ。え？してなかった。7万しないんですよ。笑っちゃうでしょ？コルグさんが扱ってる、私が、ま、昔ちょっと勤めてたアーチュリアが、ほら、審査の価格破壊をやったんですよ。うんね、ミニブルート以来、ポリブルートなんかとんでもないじゃないですか。あの化け物が二十何万とか、日本でもうちょっと高いのか。でさ、この DX のなんか一台で DX 十台分ぐらいの音が出るポリシックスあパオプシックスが7万円ですか。でしかもめっちゃ軽いじゃん。運んだから軽いね。だってこれ、要するに、ハードの形をしたソフトシンセだもんね。そうなんだよ。そうなの、そうなの。そうなのよ。そうなの。だからさ、もうちょっと重くしてもいいからさ、DA コンバーター、ね、グレードアップしてほしいな。そしたらね、きっとね、もっと、こう、重厚で、深い音が、になるような気がしてます。そうですね。だから、まだこの、躯体というか、あれなんで、鍵盤も、うん、まあ正直言って、まあ、いわゆる DX7 の時の鍵盤とは違う鍵盤じゃん。ちょっと数値臭いんですよ、うん、まだ、ね。そうすると、演奏してる時に、やっぱりその、うん、FM のベロシティの反応を 100% まだ再現でききってるとは言えない鍵盤ではある。そうね、すぐ、トップまで行っちゃうからね。そうなの。だからその中間的な表現がさ、少し弱いんですよね。そうですね。だから実機として考えるとね。多分今後もっといいのが出てくると、俺は勝手に踏んでるんだけどさ、うん、もっといい鍵盤のやつが出るんじゃねえかと思ってるんだけど、ね、この音源で。SY、SY99 をね、マスターにしてみたの。ああ、してみた。うん。どうだった？あと、ポリ、すごくいい。
ああ、そう。で、やっぱり、アフタータッチが使えるようになるんだよ。ああ、なるほど、なるほど。そう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 。だからこれね、いろいろね、将来的にはほら、なんか鍵盤のないさ、もラックでもいいかなっていう気がするのよ。ああ、まあ、そうかもしれないね。うん。うん、ただ、俺はハードシンセの人なんで、鍵盤ついてるのはとても嬉しくて。ちょっと文句っぽいこと言ってるけど、あってって落としてこうやって弾けるのはすごい嬉しいんですよ。うんうん。うん、もう私はね、フランスで多分コンサートとかに行くときは、うん、マスターキーボードの軽いの持ってって、あとは全部ソフトシンセで鳴らします、うん。なるほどね。そうだよね。だって、ね、あもう一人で移動しきれないもの、ハードシンセ。そうだよね、うん。でもね、ハードのシンセも全部このクラスの軽さになったらめっちゃ楽よ。ああ、そりゃそうだろうね。ああ、この私、これほら、インドに持ってったんだけどさ、オプシックス。うんうんうん、スーツケースで楽勝に入っちゃうしね。そうだよね。サイズ的にもね。で、そうだよね。で、大して重くないからさ。うん、重くない、重くない。重くない。本当に重くないんだよ。これもう、本当に軽い。うん、本当に軽いですね。DX を担いでスタジオに通ってた頃のね、苦労を思うと。時代のね。人生の重さだよね。ウーブ持ってたのって、はい、あれなんだっけ、プロフェットのさ、プロフェット、なんとか。T8、T8。T8。めちゃくちゃ、あれと DX7 を持って、私タクシーで移動したりもしたからね。合計でね、70キロとかあんの。そうだよね。よくあれで。T8 の件は好きだったけどね。うん、あれはね、いいんですよ、とっても。ね、木だし。木製鍵盤で、ウェイト式だから、うんうん、で、重さを、ほら、重りを利用して、反動をつけるってやつなんだよね。すごく自然なの。ね、うん、あれみたいな鍵盤ってさ、日本メーカーって結局作んなかったでしょ。だから、ヤマハの KX の888だっけ ?88? うん。よくなかったじゃん。全然あのね、そのプロフェットみたいなね、タッチにしようとするとね、うん、ボディの奥行きが必要なのよ。すごく。そうかそうかそうか。要するにバーが長くて、その先端に鉛の重りがついているんで、うん、すごく馴染むの、指に。そうだったね。あれにはね、長さが必要。で、ヤマハとかは全部短いストロ、奥行きなかったもんね。奥行きで、うん、そう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 。で、ピアノタッチを実現しようとしたので、うん、難しかったの。で、ね、実際にピアノってほら、バー長いじゃん、鍵盤の。長い長い。めっちゃ長い。そう。同じことなんですよ、ピアノと。そうか、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 そうか。そうそうそう。バーの長さがあってこその、うん。長い。でかい。で、その顔重い。異常にでかい。そう。で、異常に重い。重い。重いよね。だそういうかん、それからこそも、まあ、ある意味天国でさ。うん。そうそう。特にお年を召された、我々にはありがたい。腰に来ないから。だからやっぱ、80年代、90年代のスタジオったらさ、もうとにかくこう、うん、ハイエースにシンセサイザーガンガン積み込みまくって、スタジオ行くっていうのが普通だったじゃないですか。うん、そうですね。あれをね、二人で、運転手兼、助手と二人でやってたんだからね、全部ね。そうだよね。すごいですね。すごいですよね。大体だって1回のスタジオセッションで10台くらい新設化したじゃないですか。はい、ありましたね、そういうことも。それ考えると、今なんてだって本当、新設なんか多分2台あったら十分じゃないかなと思うね。十分ですね。十分ですよね。はい、そう、私もソフト新設山のように持ってますけど、使うのってほんの2種類ぐらいです。結局そうなんだよね。うん、結局そう。はい、でもね、だからオプシックスは結構ほらシンセってさ、最終的にはこの音が欲しいからこのシンセ使うってなるじゃないですか。はいはいはい、うん、ありますね。でそういうのがないシンセって結局使わなくなっちゃうじゃん。あ、俺ね逆なんですよ。あ、そうなの。どんどんシンセでも出したい音出せるから、うん、あ、まあそうね、それはそう、うん、そこでプログラムする。そう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 、そう、あんまり筆を選ばないの。さすが。だから機能が無限であればあるほどいいんですよ。あ、まあそれはそうだね、うん、だからオプシックスはそういう意味ではそのマジュレーション、まあ、モジュレーションマトリックスが非常によくできているので、うんうんうん、まあある意味何でもできちゃう。
ただ、うん、だからその、もっとできるためには、さらに、自由度が欲しいなと思う程度であって、うんうんうん、このマトリックスモジュレーションは素晴らしいと思いますよ。うんうんうん、自由度を広げるという意味でね。だから FM でこれほど自由にその、モジュレーションが使えるっていうシンセはね、まだないんですよ、これしか。ないね。オペレーターの SY99 なんかはかなり良かったけど、うん、オペレーターのアウトプットレベルが完全にアナログで変わるじゃないですか。スライダーでレート変わるんですよ、うんうん、これ、うんうん、それが俺すごいなと思ってて、うん、要するにすごいね、これスライダーでビョーンって音色変わっちゃうじゃない、うんうん、だからそう変わる。 FM の説明するときすげえ楽なんですよ。あ、なるほどね。そう、教育的だね。だから、うん、基本的にさ、フィルターの説明する、アナログでフィルターの説明するときって、フィルタービヨーンってやるじゃん。うん、音変わるじゃんって言えるじゃん。うん、でも、例えば DX の時代とか、まあ昔の時代の FM シンセだと、連続して変わんないじゃん、うん。モジュレーターのアウトプットレベルが。必ず一個ずつしか変わらないから。うんうん、で、それを、こう、言葉でしか表現できなかったんだけど、オプシックスは、完全に、スライダーでビヨーンって、ほらアウトプットレベル。あ、そうね。変化が。そう。うんうんうん。もろに言える。変化を可視化できるのね、うん。そうそうそう、可視化できる。そうすると、これの、うん、これと同じことをエンベロープジェネレーターでやれば、音色変化が作れるでしょっていうだけでもう FM って終わりなんだよ、説明が。なるほどね。だからそこの技術が俺すげえなと思ってて、これどうやってやってるのかさっぱかんないんですけど、私。ああ。でもそれってさ、結局ソフトシンセのつまみをさ、うん、ミディア割り振って、スライダーでコントロールするのと同じことだと思うよ。そういうことだね。うん。だから、私、ね、コルグも出してるけどさ、そのコントロール、スライダーだけがついたミディコントロールとかあるじゃない。うん。マイクロ、なんだっけな。なんかどっかにあるんだけど。あったあった。これとかさ。ああ、はいはいはい。結局これってソフトシンセのつまみに、ね、その仮想つまみだよね。GUI の。にミディで割り振って、それをリアルタイムで動かせるわけよ。だからそれを実機でやったっていうことだと思う、ね。実機でやっている。で、しかもすっごい綺麗なんだよ。うん、あ、そうそう。LED が、液晶が美しい、液晶じゃない、LED が美しいよね。そう。だから、色がいいデジタル的な、なんか分割は一切感じないし、もう時代変わったなって感じする。うんうん、そうそう。さっき思ってたんだけどね、アナログシンセとかさ、テレミンとかさ、電子音って言われるけどさ、あれ実は電気音なんだよね。うん、ああ、電気音ね。で、うん、で、オフシックスいじってて、あ、これこそまさに電子音だなと思うの。なるほどね。だから、FM シンセからが実は電子音でさ、あ、FM 以前はね、電気音なんじゃないかなと思いました。それはそういうことかもしれない。うん。うん、だから、電気音ならではの、でもさ、エグさってのあるじゃないですか。うん、そうそうそう。うん、だから、エグいのが電気音で、うん、その完全にその何プログラマーの意思に通りに音が出るのが電子音ではないかと。で、あ、電子楽器ね。うん、電子楽器、うん、だから電気楽器っていうのはさ、うん、楽器任せじゃん音って。うんうんうん、うん、だからアープでモーグの音出ないじゃない絶対。うんうんうん、うん、オーバーハイムでプロフェットの音出ないじゃない出ない出ない。うん、でも電子楽器はさ、自分らが思い描いた通りの音しか出ないじゃない。逆に言うと。その癖がないから。うんうん。そうだね。うん、だからそう、そういう意味でね、オプシックスは、その電子楽器としてのシンセサイザーの一つの、まあ、完成形に近いかなっていう気はするね。うん、で、さらに、うん、思想として、コンセプトとしてね。そう、そうそう。だから完成形であり、これがその先駆けであるかなと。ここからどんどん、ね、電子楽器が極まっていくんじゃないかなと、期待します。うん、そうですね。うん、だから、システム的にはもう圧倒的じゃないですか。もう必要なもの全部入ってるじゃん。FM がこんだけあって、うんうん、プラスフィルター全部入ってて、うん、
とシンセサイズってこと考えたら、もう完璧です。ね、そういう意味では、ね。そう。そう。これにね、注文つけるのは私が変態だからです。いや、でも本当に、シンセサイザーとしては、だからそっちにどん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 進んでいけばいいって話だから、すげえなと思いました、うん、俺も、はい。はい。というわけで、実は笑福を作ったんですよね。はい、作りました。うん、何十年かぶりの笑福の音色。すごい、ね。なんかクリスマスに出るかもとか言ってたんですけど、全然なんか、いろいろなんか、はい、細かいことが間に合わなかったらしくて。主な原因は、私のインド行きが原因です。あ、そっか。はい。で、来年の早い時期には出るんで、ね。はい、早々に出ますね。楽しみですね。うん。だから、多分、ウムがさっき言ったみたいにそのコンピューターベースで作って、俺はもう実機で叩きながら作ってるんで、だから俺の音とウムの音の違いって多分そこで結構出てるかもしれないですね。うん。自分で弾いてて、デモ作っててそう思いました。ライブ向きとね、レコーディング向きだなって。いや、でも。私のは完全にレコーディング向きだなと。うん。結構面白いのできたと思うよね。うん、面白いですね。だからライブにもレコーディングにも、うん、使えると思います。使えます。ぜひ。実は私も、早速インドで一曲、あれをオフシックス使って一曲作りました。あ、作った全部じゃないんだけどね、その、あるメロディーに使ったりしてます。いや、すごい、久々にこう、サンプリングじゃねえなっていう楽しさをちょっと感じましたよ。うん。うん、そうですね。うん。サンプリング、で結局サンプリングはさ、サンプリングしたネタが全てになっちゃうから。そうそうそう。そうそうそう。録音した以上の音は出ない。出ないもんね。録音の状況がいいか悪いかっていうか。そうそうそう。どうしても前か下かとかさ。そうそう。使った楽器がいいか悪いかとか全部出ちゃうじゃん、サンプリングって。うん。サンプリングは怖いんですよ。どんなに優れたエンジニアでも演奏家でとはさ、やっぱり感覚が違うから、うんうんうん、で、オーディオ的にどんなに良くても弾いてみると、うん、っていうのものがほとんどなんですよね、サンプリングって。ああ、わかる。だから演奏家フレンドリーなサンプルと、うん、コンポーザーフレンドリーなサンプルと、エンジニアフレンドリーなサンプルの3つがあるんですよね。うん、ああ、なるほどね。うん。で、なかなかそのバランスがね、うまくいってないなと、未だに思います。だから、そういう点で言うと、だからもう、結局、倍音変化自体を、まあ、いかようにでも作れるのが FM だから。うん。俺、久々だもん、だって。FM で音なんかずっと作ってなかったからさ、俺は。ああ、そうか、そうか。すごい。私はね、うん、トルコのソフトシンセでね、ちょっと FM ができるんですよ。うんで、まあ、そんなにね、複雑な、こういう、ほら、録音ペの FM じゃないんだけれど、うんうん、まあ、それは結構 FM、あとで、ネイティブインストゥルメンツの FM8 っていう、うんうん、結構ね、オフシックスに似たような発想の FM シンセがあって、うんうん、それの音色を作って売ったりしてたから、まあ、ちょこちょこは触れてた。FM8 はちょっと知ってるわ、俺。うん。うん、まあ。だから、まるっきり、てか、プログラマー的なこと自体俺がもうほとんどしてなかったんで、最近。ああ、そうなんだ。へえ、久しぶりなんだ。すっごい久しぶり。すごい楽しかった。そうか、そうか。うん。うん、すごい楽しかったし、まあ、シンセって音作るのやっぱ面白いって。やっぱり、シンセは自分で音を作るところからが、演奏だと、私は思います。そうだよね。思いますよ。うん、でも本当ね、久々に思った。うん、で、うん、それに、こう、なんと、ちゃんと、こう、反応してくれるっていうか、こういうふうにしたいんだけど、うん、こうな、ああ、なるわ、みたいな、ところが。それはすごいよね。うん、DX の時ってさ、これやりたいと思っても、あ、できねえっての多かったじゃない。多かった。多かった。ね、ここをこうしたいのに、あ、無理とかね。でも、まあ、無理を克服するためにいろいろ工夫するんだけどね。うん。そう、それはそれでさ、でも6、そう、うん、リミッターがあるから、それを超えようとするっていうのがあったじゃん。うん、DX とかって。そうそう、回避。そうそうそう。迂回路を自分で考えたりとかね。うん。これは、でもまあ、オプシックスは、打つと響く。やろうと思うとそうなんですよね。そう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 。うん。うん。
だから久々になんかああ申請プログラムって面白いみたいな。だから俺の中ではもうだから自分の中でシンセサイザープログラマーっていう職業の人間としては俺はやってなかったんですよ。だから今回なるだほからど。商服を売り物として出すことで、だからツイッターのプロフィールに超久しぶりにシンセサイザープログラマーってつけた。そうか。超久しぶりに。だって俺やってなかったから、もうやっそうぱりか。もうなんていうの、私あは、る音を使うっていう、そういうなんかまあ仕事ばっかりになってたんで、ちょっと反省しましたよ、今私は、実は鍵盤をほとんどもう弾かなくなってて、演奏はテルミンと、オンドバルトのみたいなやつをね、ばっかりだったんで、久しぶりになんか鍵盤を弾きましたね。持ってる、鍵盤楽器は持ってるのに弾いてない。だからお互い結構こう久々のことをやったっていうところはあるんで、空白を埋めてくれましたよ。そうだよね。だってサンゴの修復って何だろうね、作ったの。SY99 じゃない？SY99?99 99よだっりたあと。とってあるんじゃない？でも SY85 なんとかあっかってたっけ？99になってるじゃない？ 85 とか出8してる号よ。は修復出したっけ？出してる。出してるんじゃない？もう分そう。かんないんだよ。だからいつやめたのか。そうだよね。わかんないんです SY8 号の修復って出したっけ？わかんないんですよ。それでほら、エンソニックの VFX のは、ショークって名前になんなかったじゃん。なんななっかったんた。だっけ？いや、覚えてない。いや、やったんだよ。それ、やったのは覚えてるけど、覚えてタるよイトルは覚えね。てない。それ、でも何にしても、91年とか2年が最後だから、マジ30年、出してなかった。そうだね。はははは。すごいっすすよね。げえ。へえ。俺はずーっとやってきたのよ。だから、こそうれだでよは、ね。だってヨーロッパで飯が食えてんだそうもだよね。だからそこはすごいさ、こう俺と部下と全然こう違うベクトルでこう動いてたんだけど、久しぶりに同じところに来たなっていうか、やれてそうです俺はね。すごい楽しかったっす。今度はね、もうちょっと時間の余裕をもらってね、音色データをやり取りしながら作りたいでああ、すそうだね。ね。前はやってたからね。これどういうふうにしようかとか。そういうのもやってたもんね。だよね。今ならできるもんね。できる、簡 単できに。るよね。今回はね、そこまで詰めなかったけどね。結構なんか、まあ、時間。勢いで作った部分が あるから。持ち寄りで、お互いに持ち寄りもうで、ちょいで、どうよみたいな、おおみたどいな。れ選ぼうかって。俺、だから最初さ、実はウーロでさ、結構、キャリアのモジュレーターにベロシティつけ、わざとつけてないの結構あって、ボリュームすげえ稼いでるのあったっしょ。あったよ。あったっしょ。で、俺、なんで動かさないやつ、こんな音でけえのと思って。音でけえ、動かさないやつ、なんでこんな音でかいんだよと思って。あ、そういうことかと思って。最初びっくりしちゃって。なんで？なんでこんなに音量出てるわけ？みたいな。あれはね、そう、音色、まあ、鍵盤、このね、鍵盤、オプシックスの鍵盤のせいもあるんだけど、音色の変化だけ、タッチはね、ベロシティは。音色変化だけで十分と思えるような局面があるのよ。いや、まあそうだった、そうだった。あとね、あとやったらレコーディングベースで考えると、あまり極端な音量変化ってね、実わはかるわ結かる。局リミッターとコンプで潰しちゃうかそうら、だよね、潰すもんね。結局これい潰らすないっもんね。て。わかる。じゃないとね、聞こえなくなっちゃうんだよね。わかる。だから俺だから最初気がつかなかったのよ。ただ単純に、でけえ音量。でけえ音量と思って、あ、そういうことかって。ベロシティあんまつけてねえんだ、わざとと思って。で、俺は結構、弾く方ですっごいそこにこだわって作ってたから、どうしてもちょっと音量的な、稼ぎがうまくできないとこがあって、まあそこのところが最終的にちょっと、なんていうの、すり合わせるのがちょっと苦労したんだけど、まあなんとかそううかまそうくか。
行ったかなという。まあ、でかいものを小さくするのは簡単だから。うん、そうなんだよね。ね、小さい音を大きくするのは難しくても、でかい音を下げるのは、うん、下げるのは簡単なので。そうだね。いや、でもね。うん、やっぱり、だからね、そういう意味でも、やっぱり、私のがレコーディング向き、福ちゃんのがライブ向きっていうのはそう、俺はもうとりあえず、プレイアビリティ的に、ガンガン弾いて、気持ちいいかどうかっていうところに割とこだわってやってみた。うん、うん。久々にやった、それは。うん。普段はでも、だから逆言ったら、うまいっていうかすごい分かって、レコーディングとか、で、映画音楽の仕事とかも多いから、うん、結局、撮ることが優先になるじゃないですか。うん、だったんですよ。弾くっていうよりね。うんうん、でも、この間、朝倉と、久々に、初めてだね。久々じゃない。朝倉とライブやってみて、オプシックス使ったんだけど、うん、あ、うんうん、気持ちいい、こいつ、みたいな。うん、結構、うんうん、FM のその、なんていうか、ダイナミクスみたいのが、すごい、この鍵盤でもね、もう十分出せんだなっていうのがあって。うん、あ、今度ぜひ、SY99 とかそういうタッチの、こだわってるシンセを、まず、マスターにして弾いてみて、すごい。いやね、でもライブに SY99 持ってくの嫌だもん。重くて。あ、そっか。そうだ、重いもんね。今度、モチーフを、マスターしようかな。普通に。ああ、あれもいいかもしれない。そっちの方が、それもそれであるかもしれない。ちょっとやってみるわ、今度。うん。うん。はい。うん、というわけでですね、はい、もう結構喋ってるんですけど、まあ、オプシックスに関しては、まあ、今後もお互いにいろいろと関わって、いろいろとやっていきたいなと思うよというところでですね。はい、また、ですね。次のタイトルも重複ね、コルグがやるよと言ってくれれば、ぜひ。はい。やりましょう。やりたいなと思っています。はい。というようなところでですね。はい。というようなところで。はい。朝早く、ごめんね。いえいえいえ。